爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。西澤、中田英寿、サントス、明神、小野、戸田、稲本、松田、宮本、中田浩二、奈良崎、デュシュトゥ、デュレント、アルパイ、ハカン・ユンサル、フェティフ、トゥガイ、ペンベ、ユミト・ダバラ、バストゥルク、ハカン・スクール、サス。試合開始の笛です。ハカンスクール、果敢にスライディング、勇気あるプレーです。稲本、ハカンスクール、フリーにさせてはいけない。センタリング、コーナーです。さあ、チャンス到来。ディフェンダーも必死です。これは危ない。シュート、コーナーキックになります。さあ、チャンス到来。左へサイドチェンジ、前半終了まであと5分。ヘッドパス、キラーパスになるのか。シュッ、ギュオール見たか、ゴール。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。蹴り込んだ。前半戦終了です。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は1対0。さあ、中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、ちょっと苦しい試合展開でしたね。監督が修正してくるんじゃないですか。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。
後半戦キックオフ。流れを止めた。パカンスクール。後半5分経過。ボールを下げます。松田、ワンツー、明神、スローイン。華麗なドリブル。左へサイドチェンジ、ワンツー、ファーサイドに上げた。弓とダバル、松田、リザーブの選手が体を動かしています。ボールが心地よさそうに芝を転がります。タッチに逃げます。これは危険だ。ここで折り返す。これはちょっと危険なプレーでした。トゥガイ、イエローカード。少しレイトタックルでしたね。選手の交代です。松田、ゴール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 、決まった。同点に追いつきました。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。動き出しが素早いです。危ない。デュレント、主審ファールを取りました。キーパーが壁の枚数を指示しています。ヘディング、狙いすぎたようです。パカンスクール、刺す、シュート、奈良崎、コーナーキックを得ました。さあチャンス到来。ヘディング、西澤、空中戦。これはちょっと危険なプレーでした。秋田、シュート、走り込んできた。刺す、ここでホイッスル。90分間で決着がつきませんでした。延長戦突入。延長戦前半開始です。左へサイドチェンジ、延長戦が始まって5分が経過しました。ドリブル、
ここで延長戦前半終了の笛です。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか？はい、ディフェンスラインをもっと高く保ってほしいです。はい、どうもありがとうございました。延長戦後半開始の笛が鳴ります。右へサイドチェンジ、合わせた。さあ試合時間は残り10分しかありません。果敢スクール、シュート、ヘッドでつないで、まもなく試合終了のホイッスル。おっと足がかかった。果敢スクール、ビュレント。延長戦終了、両者一歩も譲らず PK 戦突入。1人目西澤、スタンドがどよめきます。1ポイント選手です。1人目サス、あっとこれは痛い。2人目中田英寿、これは狙いすぎ。2人目果敢スクール、あーミスしてしまった。3人目サントス、決めました。3人目バスクル、これは狙いすぎ。4人目明治、スタンド全体が息を呑みます。120分間を戦い抜き PK 戦までもつれ込んで勝利を得ました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？はい、非常に見応えのある試合でした。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さんありがとうございました。ありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。